どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃったっす。アニジャです。コールオブデューティブラックオプス4イエイブラックアウトバトルはということで、オトライブ毎週金曜夜18時半会場19時ゲームスタートやっていきたいと思います。イエーイデュオでね。あ、しっかりとクランタグつけた、この人今スッてつけてます。ついたでしょ、ついたでしょ。オッケー、じゃあ行きますよ。開始でキャラクターそれでいいんですか。これでいいよ。はい、さあマッチング多分スムーズにいくと思うんでね。もう11になってるじゃない、あなた。もう11ですよ。どういうことこれ。え、もう11。俺が昨日サッカーをしてる間にもうだいぶやりましたかもね。何回か勝ったかもしれませんからね。マジかよ。なんかなんで俺の右胸にこのなんか目覚ましテレシみたいなマークついてんですかね、これ。なんでだろうね。まあ、今回そのゾンビのキャラクターも使えるみたいだからね。 BO ゾンビ。そっかそっかそっか。だからそれ専用。おー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 絶対そのスーツにこうないからね。ついて面白い格好が。操作方法は大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。ちゃんとさ、左トリガー右トリガーでさ、パンチする手が変わるんだよね。左トリガーちゃんと左でパンチしてる。そうだね。なんかこうすごい勢いで横に振ってるだけだよね、これパンチ。そうだね。ストレートとかないのかっていう。内側に打つべし、打つべし。あ、もう始まりますね。怪しいな。大丈夫かな。怖いな。俺長押しじゃなくてさ、一回押したら武器を拾うようにしたからさ、物を。あー、スタートボタンのオプションからね。そう、拾うようにした。あ、した。オッケーオッケーオッケー。俺もそれに変えたから。長押しするのめんどくさいよね。でもね、気をつけてね。ドアとかの近くとか武器をね、変えたくないのにこう一瞬で変わったりすることあるから。あ、なるほどね。ね、自爆落ちてたから。ああ、オッケー。どこ？コンテナ。コンテナどこ？240、サウスウェスト。オッケー、もう飛ぶぜ。飛んでる。やほい。完全に不審者なんだけど、俺。ちゃんとついてきたよ。で、ちょっと下向いてから、水平に戻すと、スピードが速い状態で移動できるから。あ、ほんとだ。俺はコンテナ全然いけるけど、そっち大丈夫？まあ、いけないんじゃないかな、これ。うん。とりあえずコンテナの上に降りちゃうわ。やだ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 。よし。どこに降りちゃうんだろう、俺これ。武器ゲッター。結構遠いよ、これ。大丈夫？大丈夫なの？怖いな。なんかすごい丘の上みたいなところに降りちゃったな。センサーダートゲット。報告、まもなく崩壊が起きるだろう。そんなにいないみたいだな。敵の移動を推奨する。足音がっつり聞こえると思うから気をつけてね。つまりアニジャの近くで足音聞こえたらそれは敵だってことで。了解だ。パラ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 撃ってる人がいる。あ、近くにいるんだね。いいよ。結構離れちゃったね。この乗り物には乗れないのか。なんかミニカーみたいになったね。すごいね、収集家すごいな。収集家つければ見えるからね。何でも見える。はい、皆さんこんばんは、いらっしゃい。あ、バーディーがあったよ。向かいに来てくれる？しゃあないな。すげえジャンプした。パッと見大丈夫だけどな。この辺からもうピーピー言ってんの聞こえんのこれ。いや、さすがにこっちまでは聞こえてないよそれ。ピーピー言いながらこっち来てんの。あ、やばい、撃ってんな。ちょっと待って、なんか撃たれてる気がしたよ。うん、撃ってるよ。敵がいますわ。 Help me。 どっから撃った。武器は持ってる？持ってるよ。オッケー、そこね。敵どこだろうな。リーンとかないんだっけこれ。
リーンはないぞ。それ乗って違うとこ行こうぜ。サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。ちょっと壊れた。乗った。運転頼む。上がれるんだそこ。オッケーオッケー。もうすげえバリケード。おいおい、すげえな、フェイスブック。円の中心に行こう。この。ピン打ってくれ。あ？まあ、線。打った打った、今点打った点打ったよ。とりあえずあともうちょっとで爆発するよこれ。あともうちょっとで爆発する。かなり燃えてる見た目。見た目かなり燃えてる、うん。見た目かなりも途中で乗り物乗り換えようぜこれ。エンジンね。ここら辺はあるかな。なるかな。これ大丈夫？大丈夫？あ怖え。エン結構遠くない？遠いよ。どんどん移動して距離稼いで。あ、右にバギーあるから取りに行こう。オッケー、そこ、まっすぐストップの横乗り換え乗り換え、ボディーチェンジ、よしで、右の方に橋があるから、了解、あれかあの赤いのでもいいし、もう一丁右側から、この右の道からでも行ける、そっちの方が安全だ、了解したって言ってる自分、結構もうあれだな、やり込んでるこっち側の道の方が、ね、いや、新品の車最高、いいね、ちょっとアイテム漁ってもいいけどね、時間あるから、まあでも、真ん中行っちゃう、行っちゃう、左、左、OK、替えのバギーまであるぞ、攻撃しようか、行くしょ、この辺そうね、まあ真ん中行っちゃってもよかったけどね、真ん中行く？真ん中行こう、真ん中行こう、いいよ、どんどん行こう、いっ、ゴー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 、あのトラックも生きてんじゃない、あートラック乗り換えた方がいいかもね、よしよしよ、よし、ゴーゴー、乗ったまま撃ってんだっけこれ、俺はね、あーでもなんか、ベータの時にやったカクカクがね、乗ってると、あーまあそれは治ったんじゃないか、この辺多分空いてるね、いるね、空いてるね、割と中心の方に向かってますね、もう残り41で俺ら覗いて、あ、41から39、おーおーおー、爆発したぞ、絶対これ誰か乗り捨てたんだよ、踏んどいたあのね、テールランプついてなかったらね、誰も乗ってないはず、あーなるほど、そう、誰かが一度も触るとね、エンジンかかってるから、そこらへんかな、ミサイル接近、ミサイル接近、おおおおお、どこだ、乗り捨てた、あ、いよ、痛い、なんだなんだ、どこにいんだ、町の方から飛んできたな、あ、いよ、9ミリいらない、ショットガンかこれ、センサーダートあるぞ、センサーダート、まあじゃあ持っといて、で、ここぞという時にソードフィッシュと ABR どっちにしようかな、ソードフィッシュを捨てよう、よし、撃ってきましたか、あ、センサーダート俺が多分捨て、あ、もういや持ってんな、どこら辺から撃たれたんだろう、あ、お、あ、いいよ、あ、いる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 、うっそー、直撃でダウンするのか、敵どこだった、そのまま、ノースイースト75、山の上、オッケー、結構ダメージ与えたけど、アニジャも体力ギリだから気をつけてね、見えなかった、全然戻って多分回復してくれた方がいいかもね、俺の HP ね、もう回復がないから、俺も、あ、メディックをしようっていうの、指定された制御、あ、どっか行ったな、あっぷんねー、ありがとう、ロケラン直撃でワンダウン、痛かった、メディックって何があるのこれ、メディックって何がある、味方を起こすのが早くなるから、あ、なんで先に使えばよかったですよ、あと、そう、起こした時のノースイーストにいるんだろうけど、その辺でちょっと回復アイテムが欲しい、あー、漁ってくれ、これ開くの、開く開く開く、横か、どこ行ったかな、スモークか、相手引いたな、
ごめんな、俺包帯6持ってるけど渡せてないや。あ、包帯見つけた。50レベルまで。回復した？50まではいった。あ、俺の包帯は渡すよ。50キャリバーパクパク、もう一個あった。これで78落とすよ。うん、はい、85ぐらいまで行くんだっけ。150まで回復する。さっきのやつをどうにか倒したい。オッケー、150いった。移動しよう。どうやら彼らは諦めてみたい。まあ、まっすぐ行くと家があるから、その中を物色したいな。サークルの崩壊が始まる。Okay. セーフゾーンに向かえ。円の中には入っている。うん、荒らされてなさそう。ドア開けとくよ。 OK。 パラノイア3倍スコープ。包帯何もないな。スコープ捨てとくか。メディック最初から車の音がするね。バーディーの音。ショットガンとショットガンの団体、なんかブン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 いってますね。12丁も同じの持っててもしょうがないんだよね、これ多分。しょうがないね、同じは。まあ、リロードがすごい遅いんだったら、そのまま切り替えるとかね。ノース方面にバディがいるはず。4倍スコープも手に入れたから。スナイパースコープをゲットしてた。あ、それ俺が落としたやつだな。スナイパーにしかつけられないから気をつけて。え、嘘、ABR についてるよ。あ、それ。あ、つくんだね。6倍防衛。いいね、いいね。マップを見ると残り22で、で、ポイント打つよ。うん、ここら辺に多分、そのさっきのバディのやつらがいる。サプライドロップ設計。で、俺らを狙ったのがさっき俺らここにいて、はは、だっけな、こっちかな。あー、こっちかもしれない。この先、この辺りにいるかもしれない。オッケー。サウス。だから、多分こうやって行った方がいいかな。北回り。うん、オッケー。そうしよう。山だしね。あれ、あ、ほんとだ、1キル、え、なって、え、俺さっきミサイルの人倒した。あ、そういうこと。キルに気づいてなかったか。マジで漁っとけばよかった。バギーが落ちた。あー、じゃあバギー乗り捨ててったね。近くにいる、目の前いた。オッケー、ダウンはさせた。ちょっとダメージ食らったから回復する。あ、いた、左から撃たれる。二人いるな。あ、じゃあ起こせる、メディックで。もう持たない。サンキュー。スモークあったから間に合わないかも。あ、大丈夫か。オッケー、ありがとう。後ろ下がる。オッケーオッケー、ナイススモーク。右側もあるぞ俺。あ、いいよ、ちょっと回復に。グレネード投げるからちょっと待ってね。オッケー。いたいたいた。上から撃っちゃえ。お、そこね。木の裏。よご了解。右から回復してるはず。通信、サプライドロップが来るぞ。オッケー、切る。そっちじゃない、左にもいる。すぐキルできたけど、違うやつがいるってことかな。この、俺の向かってる方のやつ。うん、いや、そっちはキルしてない。ここに右のやつキルした。ここにいるはず。いや、あ、あ、いや、どっちもなんか出てるから、多分死んだんじゃないかな。いつの間にか移動したのか。これ、これ漁っちゃって、それ漁っちゃって。俺こっち、もう一度キルしてる。多分、この二人は倒したよ、俺ら。いけ。ね、円が迫ってくるからね、必要なものだけ回収して移動しよう。オッケー。これ、ランプ…ランパートっていうのはなんだこれ、強いのかな。あー、それ俺お気に入り、スカーみたいな武器だ。はい、どい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 ど
7.6 これ。それ7.62。ちぇ、とりあえず拾っといた。サプレッサーゲットしたからさ、1個落とすから拾ってくれ。あの円の中でね。まった。あれじゃあ回復は大丈夫？あ、一発も食らってねえから。回復アイテムはどうで？包帯が1個ある。オッケー、回復キット後で渡そう。もうちょい隠れられる場所。あの家かな。あー、ただ敵がいるかいないか。パッと見はいないね。あんだけ撃ち合ったんだしな。あの家の中は取ろう。オッケー。本格装備。行こう。あ、ちょっと中で聞こえる。いたいたいた。オッケー、切る。あー、でもダウンだこれ。あー、スタン食らってる。中いる。回復する。ナイス、終わり終わり。オッケー、ナイスキル。ちょっと食らっちゃったが俺回復しちゃうわ。オッケー、いる。まだどこ。倒した。ナイス。いや、俺がとどめさせたのはあれなんだよ。伏せてたやつだったから。ああ、そういうことね。そう、回収しちゃって。回復も持ってるでしょ。回復、回収した。ドリフターが強いから、それをゲットできれば。ドリフターっていうのは銃？パーク。今ここでいろいろと渡しちゃおう。落とすね。回復は拾ったな、多分。回復3もあった。はい、これとドリフターは使いたいから。指定された政府だけ持って兄ちゃんにスモーク渡す。はい、オッケー。いいよ、残り15、13人。足音聞こえない？これ聞こえる。30だね。思った通りに拾えなかったな。後ろは中入ってきた。上、屋上取られてるな。開いて、ごめん、ダウンした。まだね、外に一人。うわー、やられた。勝ってー。あー、囲まれたー。シールドを立てたのになぜかシールドのとこに立ってた俺。キルカメを見ると降りたんだもんな、相手。気づいてな、そんなことないな。あっつってシールドを全く活用できてなかった。お恥ずかしい。悔しいね。やられたね。まあでも所詮にしてはいいんじゃないですか。戻ればいいの、普通に。うん、戻ればいい。戻ってくればすぐスタートできる。ああ、ドリフター使ったのにな。全く活かせず。シールドも立てたのにシールドから離れてやられた。パーク系がな、まだ覚えてないから。まあ、デッドサイレンスとアオエンヤネス、そしてドリフターが強いかな。その3つはもう見つけたら絶対。他はもうお好みでって感じ。エンジニアとかはほら、乗り物が見えるとか。この老人だけね、飛んでる時ね、不思議な感じなんだよね。めっちゃなんかこのロングコートがはためいてるからさ。確かに。言うよ、みんな。え？そう、ジェスチャーがあるから。ティーンって。これ、BO3 のパッケージ座りですから。いいな、これですぐジェスチャー出せるね。でもさっきなんか物拾ってる時さ、うん、全然なんかあの物拾うスクロールが動かなくてさ。あのね、それはラグなのかバグなのか、ほら、ベータの時もあったじゃないですか。私もね、もうそうなったらもうしょうがない。一回こう離れるかして全然拾えなくて、
弾ないまま次に行くことになったもんね。ブラックアウト。だからさっき 7.6 で3発パパパンパパパンって言ってた。そういうことね、武器変えて。そうそうそう、とりあえずある入ってるやつを。本当はね、作戦時間がなくなっていくぞ。若干まだあれだね、ラグがあったりとかしますね。ちょっとね、でも本当にその落ちてる、要は倒した相手の装備を剥ぎ取るときに動かないのがマジでこうストレスがマカになるから。そうですね。いやー、俺あのちっちゃいヘリに乗って音ちゃん撃ち落としたいな。ちっちゃいヘリ前の右下にこう、右下にいるね。あ、ほらどっか行った。本当だ、あのヘリはどこ行くんだろうね。あのヘリに乗れるんじゃないの。そのマジで。あのヘリ乗っちゃうの。降りて収容所行くよ、真横ね。105イースト。見えてる見えてる。収容所いるかな。あ、ゾンビステージになっちゃった。あそこ、あの光ゾンビ、あの光ゾンビめっちゃいるよ。めっちゃついてきてるよ。嘘、二人いるよ。まあ、ゾンビいるから武器さえ手に入れちまえばこっちのもいいよ。いやもう4人、4人パーティーぐらいいるよ、ここ。この壮絶な中を俺生き残れるのかな。あっあっ。報告、まもなく崩壊が起きるだろう。指定されたセーフゾーンへの移動を推奨する。何これ、あ、単発アサルトライフじゃないこれ。予想以外にゾンビ。音じゃどこだ。あ、でも大丈夫だよ、俺は大丈夫だけど。オッケー、一人ダウン。ゾンビをやっちゃいなさい。ゾンビはない、撃ちまくっていいの。あ、いや、ダメ。センサーダートレディ。敵一人映ってんね、二人か。どれだ、後ろ、どこに、2階か。助けてんのかな。あー、助けてんな。あー、グレネードないな。なんかこれ、金色に光っている。敵かなって思ったらゾンビやった。ゾンビがまだいるよ。ゾンビじゃない、人間。どっから2階入った。オッケー、倒した、プレイヤーは倒した。あとゾンビ倒しちゃっていい。やばい、プレイヤー来たな、プレイヤー来た。オッケー、乗り物やってきたな。あ、映ってんだ。あ、映って、玄関から入ってくる。了解。サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。ゾンビと、あとプレイヤーが一人外にいるね。二人いるな。出ていい？だー。出てもういいけど。もう火力が足りないぜ。一人ダウンさせた。外？オッケー、ダブルキルした。うん、大丈夫。ここ。オッケー。はぁ、あ、あさっちゃって、あさっちゃって。ふふん。わざわざ装備を持ってきてくれると、優しいやつるだ。あれ、あれがあったぞ。何？サイレンサー。あ、素晴らしい。まあ、とりあえず持っといて。装備を、ちゃん、整えて、ゾンビ倒して。恐ろしかったね。もうちょい多分ゾンビ倒せば。はい、ゾンビ集まれー。こいつだけかな。いやー、おー、終わった。いや、ん、あ、なんかわり。出た出た、こっち側に行こう行こう。
この338キャリバーは何？セミオートじゃなくてバンバン撃ってんのこれ。ミディアムアーマーもらうよ。あとね、回復も出たな。タイタン、タイタンオペレーター、まあタイタン使いたかったらどうぞ。いや、タイタンって何？危機感銃もらうね。じゃあ俺がいらない。俺なこれが強い。338キャリバーのやつ。ああ、好きな武器を使っておくれ。はい、じゃあこれ持ってってくれ。縁がそんな遠くないね。バッグは持ってる。兄、じゃバッグは持っているはず。バックパック5スロット拡張。あ、オッケーオッケーオッケー。あれ、さっきキット拾った？いろいろ拾ったよ。HP を200まで増やせるキットがね、アンジャ持ってるやつ。十字キー上を押して、左側にあるでかい四角いバッグを。外傷用キットって。そう。使っちゃっていいよ。そうそう、200まで増えるから。おお、増えた。頼むぜ。移動するよ。オッケー。あいつが乗ってきた車もあったけどな。まあ、近いから。車乗るとね、結構音でバレちゃうから。移動しましょう。サイレンサーも装備してるからかなり。ここに建物がある。ガソスタだ。サイレンサー持ってる。俺じゃ前出るから。あ、言おうかこれ。 7.6 のサイレンサー付き。いいんだよ、使って。これゴールデンウェポンですよ、しかも。あ、マジで。どうやって落とすんだっけ。スタートボタン押して、うん、これか。武器選択して丸ボタンだ。丸ボタン、はいはい。素晴らしい。あ、KN57 ね。あ、これは強いかね。相当強いと思うよ。ちょっと待ってね。ちょっとスコープ乗せ替えて。あ、あ、ちょ、え。まあいいよいいよいいよ、全然いいよ。それ使って。あげるあげる。あ、いやいいいい。あ、じゃあれ、いろいろ持ってるからさ。あ、いいのか。ん、大丈夫。4倍スコープに乗せ替えようと。これでサプレス…スナイパースコープあるよ。スナイパースコープ乗せられるのかな、これに。あ、ダメだ、乗せられない。あ、え、あ、あ、あ、お、あ、お、なお、まあ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 、そんなに痛くないか。さらなる崩壊が予想される。指定された制御ゾーンに移動しろ。兄者、ちょっともったいない。200まで。もう一個あるよ。もう一個あるの。うん、俺欲しいな。じゃ2つ持ってた。だったなんか2個落っこしてたから。マジか、素晴らしい。基本的にもうあったらね、使わずにやられるぐらいだったら使ってやられるぐらいで。しまった、さっきのスナイパースコープあそこに落としちゃった。あ、いや俺持ってるよ。ほら、落としたよ。サプライドロップ接近。オッケー。縁がちょい先か。いいね、この武器はいいですよ。ナイパーライフルで撃ちまくってるよ。セミオートナイパーです。その武器ね、ベータの時よりも反動が少し多分でかい気がするから気をつけて。狙う時はバラ色ですから余裕です。あと弾速がちょい遅いから、偏差射撃で。あ、今いたな。どこ。あ、いたいたいた。正面見えたね。240。なんだあの動きは。上を確認しながら移動し、アニジャ、じゃあ俺の今目の前のさ、おう、ちょっとした丘というか、この今俺が立ってるあたりから周りをチェックしつつ近づいてみるから。オッケー。スナイピングポジション。家の中見ている。はーい。左側から回り込むぜ。足音する。あ、出てきた。撃つよ。アーマー剥げた。外したぜ。一発当たった。あ、そこから睨んどいて。もう一人出てきた。ジャッと。オッケー、キルじゃない、ダウンさせた。あ、そのままほっといていいよ、あれは。オッケー。回復させようとしたら撃っちゃって。ちょうど火事に入ったな。うん、あの人が味方の方に行ってくれれば位置がわかるから。スクワットリンク、君の後ろ側に回り込む。あ、家の中にいる。よし、家の中いるから。オッケー。一回車の手前で。ナイスショット。とりあえず、あ、いや、その手前のやつを倒しただけ。ね、左側の方にいると思う。中に入ってるはず、家の。
消える？あれどこ行った？中にいるはずだけど、今だよね。あ、わかんない、外出たかな。なんか今足音聞こえた。いや、まだ中にいるか。あれごめん、その入り口からじゃないの、ドア、うん、入れないんじゃない。オッケー、倒した。外出てた。あっぶね、あっぶね。さあ、アイテム回収しちゃおう。円はそんなに離れてないから。回収した？今はこっち。あ、それは回収しちゃった。兄ちゃんが。お、ドリフター持ってるじゃない。ドリフター2個も持ってるじゃない。またサプレッサーか。兄ちゃんに1個ドリフターを渡そう。モロトフ、バリケード、ドリフター、アウトランダー、せっかち。アニちゃん、エン来てるよ。やべえ。こっち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 。やばいやばいやばい。やばいやばい。この7.6人今サイレンサーです。よし。オッケー。でそのまま泳いで、あれだな。向こうの。さらなる崩壊が予想される。指定されたセーフゾーンに移動しろ。ちょっと食らってもいいや。泳ぎな、これ移動しながらアイテム漁ったりみたいにできるんだっけ。漁ったり、あ、変えたり使ったりはできるよ。あぶねあぶね、間違えた。あ、でもあれだね、移動してると上に矢印いっちゃう。視覚完了。あー、円が横だね。正面、300打ち合ってるな。1キロぐらい先かな、この音は。サプライドロップ接近。ね、マップに点打つよ。だいたいここら辺で多分今打ち合ってる。あ、こっちか。いや、違うな。俺の見てここか。パラノイアってのは何だ。パラノイアってのは敵にエイムで狙われた時に、そっち側の方からなんかこう、わーわーわーっていうね、呪文のような声が聞こえて、要は狙われてるのがわかる。なるほど。狙われてる方向まで多分わかると思うんだよね。多分今もうつけちゃっていいよ。つけた。ナイス。ベータの時はね、使い方というか使い道がよく分かんなかったけどね、今回使ってると、特に森の中とかさ、隠れる場所少ないところだと狙われたらすぐ分かるから。確かに警戒できるんだよね。俺もサイレンサー手に入れたからな。この家の中入ろうぜ。もうちょい円の真ん中行きたいんですけどね。7.62 の弾がある。弾はフルだな。ストックもあるよ。残り16。あー、隣の家サウスウェストいる。狙うよ。隠れられた。ね、後ろいる。後ろ撃っていいよ。あれか。オッケー、ダウンさせた。キルしちゃうよ。オッケー。左に寄ってった一人。オッケー。岩の影。後ろ、後ろじゃない、300の方にも一人いる。撃たれた。クラスター投げる。キルした。ナイス。もう一人いる。どっち？中入られたな。マジで。建物の中1階に下降りる。オッケー、キルした。ナイスナイス。オッケー、ダブルキル。もういないかな。これ漁っちゃって次行っちゃった方がいいかも。円来てるよ。サプレッサー持ってるから。サプレッサーもういらんない。スクワットリンクとかあと弾ぐらいじゃないかな。円来てます。移動しましょう。オッケー。上のやつら、あ、目の前に一人いる。285。ちょっとグレネード投げたとこにいるからね。キルした。この人一人だ。兄者にドリフターを渡したいな。
渡すよ、そっち行って。OK。ここで渡す。一個持ってるよね。あ、一個持ってる？うん。あ、じゃあ大丈夫だよ。ここぞというところで使った方がいいよ。ドリフター使ってると、しゃがみながら後ろチェックできるから。お？すごいスピードで。左側の方が…とりあえずデッドサイレンスつきました。了解。で、ドリフターでついてきてほしいかな。大丈夫？使用した。で、しゃがんで移動で問題ないから。お、早っ。後ろに処理。よし、このまま移動しちゃおう。もう、ほっといて大丈夫。で、上取りたいな。サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。キルできなかったな。まあ、だいぶ痛いと思うからシールド貼ったの。シールド貼っといた。あそこにいるかもしんねえってビビるでしょ。そうね、あっちか。こっちはね、これで上取れてるから、あと周り警戒しながらかな。ちょっと連射しすぎちゃった。弾足りない。あ、60の109発と、うん、60の199発あるから大丈夫。そこの家、あ、左側、タンクのところ、195。見えるね。見えるよ。一発当てちゃおうかな。あ、いいや。その先で掃除しよう。オッケー。この家の中入ろう。サプライドロップ接近。見えた。ライトアーマー、ホロー。はい、じゃあそっち行ったの。まだね、ああ、どんどん奥行ってないか。サウスウェスト、山の境界線のところ、2人歩いてんだ。当てた、一発だけ。ナイス。あんま来てなかったね。おほ。あ、で、兄者、周り警戒しといたら、俺さっきの後ろのやつが来るんじゃねえか、チェックしとくわ。オッケー。すげえ距離、デッドサイレンス移動してる。素晴らしい。とりあえずそれっぽいところに伏せた。はいよ。あっ、ダウン。サウス側は見える。やばい、この人ダウンだな。もう一人いるわ。ちょっと下がってそっち行く。ああ後ろから殴っても一撃じゃ倒せないのね、あ、回ると。恐ろしい。あ、結構移動したのね、アリジア。そっち行く。オッケー。あさってもよかったけどね。やられたら元も子もないんでね。通知する。さらなる崩壊が予想される。指定されたセーフゾーンに向かえ。ああ、円後ろだ。こっちか。そこの建物は円に入るね。ちょっとさっき倒した人たちのもう一人が気になるんだよね。こっち側から行こうぜ、アンちゃん。こっちね。オッケー。下が、あ、あは、そっちから回り込むってこと。そう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 。まだいる可能性がある。報告、サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。アイテムがあるからアニジャーがカバーしてくれれば取りたいんだけどね。取れるか。ここもすげえ。いました、すいません。あー、俺の目の前、ノース60 60 75 60あったり。正面、俺の正面に。多分戦った方がいいよ先に。いや、いける。くぅ、間に合い、間に合った。左側、15、ノースの方回復するよ。回復しながら行っちゃえ、行っちゃえ。ありがとう。後ろの方はクリアだから、この輪っかに押されながら行けばいい。よし、上倉庫は見とくから。はいよ。そっちの方だけ心配しといて。見てる。さっきのやつどこ行った。さっきのやつ用心。中の多分その中にいるんじゃないかな。さらなる崩壊が予想される。開けるよ。指定されたセーフゾーンに移動しよう。クリア。はいよ。これ何、アイアンランクか。足音する。この向かい側にいるな。
フラッシュ大抵動き止めるよ相手を。オッケー。当たってないな。いや当たってない。あ、当たった。建物の後ろ、俺が向いてる方向にいる。オッケー、切る。アイテム漁っちゃって。大したもんねえな。スモーク。なんかパークない？パーク。ない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 。オッケー。あ、リモコンカーが転がってる。拾っといた。残り、あ、あれじゃ、ワンチームか、二チームだ。二人しかいない相手。二人？さっきのあの255に回ってったやつるじゃないか。オッケー。リーコンカーでチェックするから円の中入って俺。あは。それともアニジャチェックする？いや、頼む。弾がもう少なくなってきた。俺はたっぷりあるぞ。えいよ。あ？やばい、ダート撃たれてる。ダート真ん中に撃たれてるな。真ん中にスモーク焚くから。はいよ。ダートに見られてるから気をつけて。オッケーオッケー。お互いカバーしながら回り込もう。こっちが回り込めれば。オッケーオッケー。エンジニア持ってないよね。持ってない。アイアンラングしかない。あ、ここら辺。あ、いたいたいた。大規模な崩壊を観測した。あの岩あたりか。あ、左左。オッケー、一人ダウン。後ろ、俺の後ろ。あふぅ、惜しい。惜しいよ。うわ、両サイドから挟まれてたのか。マジか、気づかなかった。はぁ、撃っとけばよかったかな。ついつい回復しちまった。やられましたな。あ、もう両サイドで挟んでたね。分かってたから、多分ダート撃って位置分かってたからね。悔しい。こうでないかな。あはー、最後にダートを持ってくとやっぱ便利だろうね。便利よ、強いから。戻りましょう。オッケー。しかし全然足音とか聞こえなかったね。多分デッドサイレンスも使ってたかな、あれは。あ、なんか引き換えますかみたいなのが出てきたな。うん。そう、ハロウィン仕様のやつとかいろいろあるんでね。なるほど。スキンが。さあ、2位まで来ました。くー、取っときたかったね。あー、振り向いて打ったら勝てるのかな。いや、感度遅めにしてたから振り向いて間に合わなかったな。あれはもうでもね、完全にパークの勝利だったね。ね、ちゃんとデッドサイレンスとダートを持ってきてたし。あの人たち野放ししまったもんね。そうなんだよな。有利な方に行かせてしまったのがちょっともったいなかったな。悔しい。いやー、もういけるでしょこれ。いやー、もう慣れてきた慣れてきた。お次はどこだい。あー、コンテナかな。それも灯台行ってみる。灯台の上陸地点は、なんつうんだろう、周り下じゃなくてね、灯台のなんつうの、塔自身にね、すごいこう武器落ちてるから、すぐ灯台に降りることができればいけるかな。3、2、1。ほい。一回真下に降りて、60ぐらいスピードが乗ったら70ぐらい、そのまま水平だって灯台へ行く。そう。あ、なに、そんなにスピードをキープしたまま移動できる。移動できますよ。あー、なるほど。前にずっと入れないといけないのね。あ、そうなの。あ、多分そうかも。あー、やばい、どう考えても足りない。手前で降りるよ、コンテナで。敵もコンテナにいる。すぐやられたらごめん。じゃあ手前の見張り台に。ここってアイテム落ちてるのかな。落ちてるね。落ちてた。大したもんじゃない。
一人ダウン。ナイス。報告。間もなく崩壊が起きるだろう。指定されたセーフゾーンへの移動を推奨する。いって。あれか。大丈夫か。オッケー、キル。ナイス。いや、スナイパーよう当ててきたな。あれだったら迎えに行くけど。大丈夫かな。ここの降りた人は多分倒せたかも。オッケー。オッケー。もしここはもう何もないな。バディで行くわ。あよう。この辺のなんか普通に洋服みたいなのも俺にもしてくれるんですけどね。東大まで行く？東大はもうあれかな。もう侵入された。か、まあちょっと基本的あでも東大入ってんな。こっちかえんか。東大行ってもいいかもね。車の音。私のバギーだ。よお。あ、キットが出ちゃった。ちゃっ。乗りましょう。すげえ、そんなとこまで来れんの。もう壊れそうだけど。お、壊れるかもしれん。あ、東大はゾンビだ。また東大ゾンビか。骨がもしかしたら。ちょっと待って、せめてサムラシンガンを。どうぞ。これどんぐらいで壊れるとかあるのかね。これどんぐらいで壊れる、あると思いますけどね。これ爆発したらやべえな。これ爆発したら終わりですよ。ボーンっつって。サークルの崩壊が始まる。バカー。セーフゾーンに向かい。安全運転でお願いしますよ。終わりでしょこれ。よっしゃ、アサルトになるよ。アサルトに復活。よしよしよし。やべえな、敵みんなここ集まってくれるぞな。ちょっとマジか。弾ワンリロード分ぐらいしかねえぞ。うん、こっち移動してちょっと装備を集めよう。キュービーワンダウンぞ。マジか。スナイパースコープ3倍。なんかいいのあった。ドリフト9mm。 よし、この家は頼んだ。隣へ行く。ショットガンあるぞ。接近専用に持っていくのもよし。気のせいか、敵かと思ったぜ。いや、3階まであんな、これ。屋上か。センサーだとあったよ。ライトは、まあ、これ乗せりゃよかったね。サプライドロップ接近。スナイパースコープいるかい？あるといいな。オッケー、1本持っとこう。結構高いとこから落ちても全然ダメージないだね。あんまり高すぎるとじゃないか。こきゃる。足首こきゃっとする。ピョヒンピョヒンって音がする。メッシュマインを巻いといたから音で大体バレるんだけどね。リビアールか。バックねえかな、どっかに。バック持ってない。バックないね。横の家をチェック。こっから行けるぜ。ほい。2階バックなし。包帯はたくさんだよな。パリン。アウトランダー拡張バレル。あれ、スカーがあるけどどうする？スカー、俺には別にいらない。大丈夫です。スカーにしようかな。好きなんですよね、こいつで勝てることが多いから。よし
倍か。おお。スナイパースコープここに落とすよ。おーい。この家の中に。あ、そっち。円的には残り38。いいね。4倍は落ちてるよ。あ、4倍欲しい。これいらねえよ。コキャルはね、あれ高いとこから落ちるんですね。ゴキャっていう、コキャっていう音がするからコキャルって言ってんだよね、多分。そうそう、足首コキって言うでしょ。そう、コキってね。コギャルじゃないよ。コギャル。通知する。さらなる崩壊が予想される。指定された政府ゾーンに向かえ。朝ラストはもらってるじゃん。そうだね、まさかのここが。ボートがあって。向こうまで漁りに行く？円的に余裕あるからね。行こう行こう行こう。どんどんもう先に漁っておくのさ、俺らが。いいね、200まで行ってんの、それ HP、うん、そうそう、さっきのメッシュマインはあそこをレーザーの光を遮った時点で爆発するから、通ったらね。そこにバギーあるから。弾キット弾リフレックスだね。包帯はちょうど2か。ストックナイス。サンベースコープ。乗り物の音がするな。サプライドロップが来るぞ。乗り物の音する。離れたな。エンジニアつけてるから一応乗り物乗ってる人いたらわかる。この武器がどれぐらいなんだよな、 SDM。 あ、メッシュ前に引っかかって誰かダウンした。さっきの場所。でで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 。あ、いたね。横の家ついちゃうかね。撃っちゃう。今多分中に入って回復してると思う。いや、見えるけど外に2人。あ、撃っちゃっていいよ、撃っちゃっていいよ。隠れちゃった。どこに隠れた。サークルの崩壊が始まる。入り口から入ってた。手前、奥、どっち？入り口…手前とかあったっけ。あ、俺手前か奥かは見えてない、わかんない。ちょうど被っちゃってるか。真ん中、二つの家の真ん中にいるぞ。オッケー、一人ダウン。もう一人出てきた。HP4、ナイスー。あーまーが、あーまーはげてい、あさーれ、あさりまくーれ。サプレッサーゲット。しもう一人の死体はどこだ。ね、奥、そっちじゃなくて家の裏だね。その人さ、外傷用キットない。SDM、バックパックこいつが持ってた。サプレッサー、サプレッサー持ってる。あとはどうぞ。回復します、私は。ふぅ、レーザーワイヤー、パラノイア、アイアイラング、せっかち。いやー、綺麗に罠に引っかかってくれたね。ロケット弾、ランパート。ランパートってなんだっけ。俺が今使ってるスカーのやつ。ああ、レートが遅いからちょっと接近戦は厳しいけど。オッケー。あれ、外傷用キットあるよ。あ、ちょうだい。ちょ、それそれが一番欲しかった。しょうがない。SDM もいいんだよ。使っちゃった、回復。まあ、いいか。あ、まあでも、こんにちは。あ、でも俺ちょっとあんまないからな。ん？いや、アニジャに渡そうかなと思ったけど、あんまがないもんでね。
さらなる崩壊が予想される。飛ばされた、さっきまで飛べちゃう。そうだね、円の中入ってんだよね。屋上で周りの敵を索敵しようか。そうしよう。二つの屋上、俺こっち側の屋上行くわ。すごい走ってる音。パラノイア。車の音。バディーヌが動いてるよ。30？ そっちの方だったっぽいけどな。もう見えないね。山から撃たれないように気をつけてね。一応ね、なんか山側にはバリケードみたいなのがあるから。見えた、サウス。トラック走ってる、撃つよ。お、ヘッドショット！撃って壊したい、もうあれ。壊しきれなかった。ヘッドショットで落とすってやばいな。そんなことある？あ、他のチームにやられた。たま山ん中の他のチームにやられたね、あれ。なるほど。おぉ、ヘッドショット入ったわ、偏差射撃で。何、弾欲しいの？7弾。5.56 だったら俺使わないから渡せるよ。ああ、いや、5.56 は拾った。オッケー。もうまだ死体が持ってるから、弾を。さっきの人たちをすぐ仕留めなかったの辛いっすなぁ。失敗した。北側で、やってるね。やってるね。あと、イースト側でも落としね。はい、間違えた。あ、いたー。あーあれー、そんな食らってないから大丈夫。スロットに装備しようとしたら使ってしまったよ。さっきの人たちの装備が誰も触らないんだったら取りに行きたいよね。行く？行ったら上から見守っといてあげるよ。本当にこのスナイパーライフル渡すから、これで援護して俺を。やだ。マジ？あ、すげえ、ここまでジャンプできちゃう。どうする？どうする？ん？拾ってくれば。はい、じゃあ。あ、じゃあ俺が拾ってくるよ。まあね、あんまないからね。さすがにここ痛いから。点を打つよ。サプライドロップが来るぞ。ここら辺かな？うん。今のところ敵は見当たらない。すげえってる。回収して、回復が欲しいわ。箱がねえぞ。箱ない？箱が死体の周りに存在してる。あ、いやいや、あのトランクの上。トラック、ああ、あった。通知する。さらなる崩壊が予想される。指定されたセーフゾーンに向かえ。なんか、センサーダートとか、あと、アウェアナス、モビリティ。はい、いいね。これ以上ないか。センサーダートは欲しいよ。ミディアムアーマー。はぁ、まあ欲しいわ、俺が。多分ヘッドショットで倒したからその人ミディアムアーマー残ってんだ。二人で行けばよかったかもね。あ、狙われてる俺。アウェア、パラノイアー。こっち来ちゃえ。そっち行く。あ、やばい、詰めてきてる。どういうこと？敵が俺の方詰めてきてる。今そっち向かってる。一発当てた。スナイパーライフルの音。俺が撃った。マップに点打つよ。ここら辺にいる。報告。上級。岩、でかい岩の後ろに隠れてたな。見えた見えた。お、まか。どうなってんだ。なんかまだ撃ってない？アニジャが撃たれてる？いや、俺撃ってないよ。オッケー。あれ？岩いないけどな。うん。多分家の中にもう入ったな、あれ。ほっといて、そっちの山の中に隠れた方がいい。オッケー。何が欲しい？アーマーがあっち転がってんだよね。アーマーがね、一つ下のとこにある。ミディアムアーマー、確か無傷のが落ちてるはずだ、俺が。あー、パラノイアいいね。
モビリティは足速くなるのかな、これ。はいはいはい。エンジニアもね、じゃあ多分持っといた方がいいかも、最後のノースで撃ち合ってるね。あ、6時方向にもいるぞ。ボロボロのアーマーだったボロボロだった、まあないよりはってこと、ね、うん、ね、120、さっきのね、俺が逃げてきた方に1人と、確かに撃ってた。あと今ノースの方からスナイパーアップを出すんで、そう、北とこのサウスイーストが撃ち合ってるね。まあ最後円が縮まるまでは余裕でしょ、ここでも。うん、あと8人あと8人だね。結構いるもんな。サプライドロップ接近。どこ行ったんだろうな、俺を狙ってたやつ。違うやつと戦ってたみたいだけどね。一応見てる。通知する。さらなる崩壊が予想される。縮まるね。指定されたセーフゾーンに向かえ。パークがないね。ダートは1個持ってる俺。パーク、アウェアネスはあるよ。いいね、それで聞いて、あともう円が最後ダート並みにちっちゃくなったら、もう1個あるから、お渡したいよ。あるか。これか。あとモビリティ、あとなんか欲しいもある。コンカッションとかあるよ。コンカッション俺も持ってるな。スタント、コンカッション、バリケード、サークルの崩壊が始まる。あとレーザーワイヤー、どっか建物手に入れたら強いか。アウェアネスも俺使っちゃうよ。オッケー、俺ももう使っちゃったからな。あ、本当切れた。オッケー、円に近づこう。いやでも建物は左奥にしかないんだ、ここだ。足音後ろ、210。見えねえな、ちょうどちょうど木で見えねえ。あれか、もう一人から撃たれてる。アーマー3だね。あ、じゃあ下がっていいよ。あと左側からも来てる。あ、じゃあ無理しないで、左から来てる。囲まれてるな。もっとこれどんどん上がっちゃう。センサーだと引っかかってる。なんか一人倒した。もう二人そっちから上がってきてる。その円の外にいる相手は。通知する。さらなる崩壊が予想される。指定されたセーフゾーンに向かえ。見づら。伏せちゃうよ。はいよ。円の外で倒したかどうかが、人数減った7か。多分いないな。5になってる。ほとんど使っちゃった。何が欲しい？あ、もう俺も何もねえよ。うん、俺も何もないから。残り5。とりあえず医療キットにした。くわぁ。でもセンサーダート使った方がよったな。いざとなったらバリケ出すから俺。はいよ。セーフゾーンに向かえ。俺の目の前に一人いるな。マジで。目の前。いた。オッケー、ダウン。ダウン。死んでない。ダウン。死んでない。迫ってきた。よし、その二人は倒した。オッケー。残り1。回復ある？残り1。回復あるよ。オッケーオッケー。あ、じゃあ回復大丈夫？ちょっと大丈夫、余裕。余裕であるから。これ、最後の一人、あれだな、さっきやられたみたいな感じで、ちょっと、二手に分かれる。うん、二手に分かれよ。あ、じゃあ右、俺、左で。円狭まるまで待ってていいんじゃないの？ああ、いいと思う。俺、右側ね。あ、俺、左側。言うてでも見えねえんだよな。俺も見えない。もう投げ物も何もないな。まあまあまあ。ふた。あ、壊れた音。どこだ。通信。
大規模な崩壊を観測した。セーフゾーンへの退避を命ずる。真ん中寄りながらかな。ゲーあの伏せ真ん中。いいよ、俺右前見ながら言ってるから。いいよ。あ、でもね、伏せてると結構視界悪いから、もう俺らの方が有利だから、しゃがみでいいと思うよ。そう、どっかの木の陰かしゃがんで。よし、真ん中に寄りつつ。見えた見えた。どこ撃つよ、あれね。ナイス、イエスイエスイエス。イエス。いやありましたね、ナイスラスキル。いやー、焦った。いや、普通に見えてさ、伏せてるのが。まあ、動いてないと分かんないからね。おー、あー、素晴らしい。ナイスラスキル。ちょっと今のビデオクリップ保存しとこう。保存して、後でツイッターでよかったら出してよかった。いや、楽しいね、やっぱね。いや、楽しいね。コールオブデューティーかつ FPS だからね。そうね、まだ我々頑張れるのかもしれない。いや、ちょっとコールオブデューティーだとね、気合入っちゃうね。ね、余裕があるよね、少し。そのコールオブデューティー、もうベータの時も言ったけど。はい、ということで勝利でございます。はい、はい、配信最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。またよかったら見に来てくださいね。おー、じゃあまたなー。またなー。